ようこそ勝又へ。ということで今日は勝又でございますけども、ここから紹介しているものがあります。こちら、はい、前回、昨日やりましたウルトラスタートブックのこのベベノムを使って進化させるという動画出しましたけども、今回こちらのねラインナップちょっと見ていきたいと思います。今ちょっと QR が映せないので隠しましたけども、小学生以下でもらえるこちらものになってますけども、僕はあのいとこに取ってきてもらいました。はいね、やっぱり大人のね僕がもらえないので小学生以下ということで、まあ小学生までですね。はい、これが進化したアーゴ4、これが進化前のベベノムということでスペシャルディスクですね。こんな感じです。実際に使ってみたって感想ではこれはちょっと弱いです。ただ一発で進化してまあ、200円プレイするだけでアーゴ4、これ結構強い方ですので、これ手に入る、これはいい方ですね。はい、じゃあ見ていきましょう。ラインナップこちら、うわそういうことだったのか。裏面しか見えなかったんだけど、ピカチュウのクリアファイルかわいいなーなんて思ってたら、裏面 VVVVEV だったのか。かわいいですね。はい、ということで任天堂スイッチからレッツゴーピカチュウレッツゴー EV ということで11月16日発売です。5980円、安いですね。そんなに高くない。ただあれが高いんだよ、そのなんかモンスターボールみたいなのがあって、それをがコントローラーみたいな感じになって、まあポケゴーのスイッチ版みたいな感じなんですよね。だからそれが高い、確かそのコントローラーと。ポケモンブック2018、すごいね、面白かったです。感想動画もありますのでぜひ見てください。さあじゃん、ワクワクポケモンブック2018、基礎知識からクイズ、迷路、パズルなどポケモンにまつわるチャレンジ問題まで、おすげえ、800種類以上いる不思議な生き物、まだまだこれからも発見されるかもしれないんだよ、すごい。どれどれ、じゃあやっていきましょうか。はい、問題は次のページから始まるよ。じゃん、君のポケモン好きランクをチェックしよう。おう、どれどれ、面白いですね。はい、問題レベル、モンスターボール、スーパーボール、ピカチュウた、あ、ポケモンたちが集まっているぞ。ピカチュウは何匹いるかな。さあ皆さんも数えてみてください。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 かな、多分。このページの答えは6ページにあるよということで、まあ、6ページ見てみましょうか。17だと思います、多分。いきまーす。え ?22 匹?ちょっと待って。ライチュウじゃん、これ。アローラ。1、2、3。あ、C だ。ピチュウの下にいた。C、5、6、7、8、9。10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20、あれそんないる ?22 匹もいる。あ、それはわかんないわ、それは見過ごしてた。アローラライチュウの後ろにもいて、このピチューとラッキーの尻尾もか。あ、これむずいわ。いきなりむずいわ。ライチュウはどれ?これヒントここにありますね。アローラライチュウがこれで。あ、じゃあこれだ。D。D。D ですね。ピカチュウが神様になった。ピカチュウが自分の技で神様になっちゃったよ。どんな技かな?雷だね。雷って言って。雷。電気はどこに?ピカチュウが技で使う電気はどこに貯めているかな?ほっぺ。ほっぺ。はい。じゃあ、答え合わせ。7ページにありますので、7ページ行ってみましょう。はい。あ、合ってましたね。ああ、ブイゼルとかヤングースとかそういうのも答えなきゃダメだったか。雷。そうですね。雷、ほっぺ。よかったですね。合ってました。さあ、次のページ。ピカチュウの進化をたどると、ピカチュウの進化系を順番に辿っていくと A から G のどの出口に出るかな。同じ道を2回通ることはできないよ。マスターボールです、難しさ。じゃあ行ってみましょう。まずピチュウからですね。
ここかここからですね、まあこっち書いてみましょう。こう、あ無理だ、こっちだ、こう、あダメだ、は激ムズじゃね、ライチュウから辿ってってもいいのかな、ライチュウから辿ってってみよう。ライチュウ、ビチュウ、ピカチュウ、ライチュウ、あダメだ、ピカチュウ、ライチュウ、はむずくねこれ、激ムズじゃね、えピチュウからだよね、ピチュウ、ええむずくねマジで、ピチュウ、ピカチュウ、ライチュウ、ピチュウ、ピカチュウ、あアローラライチュウがいるのか、あじゃあアローラで進んでってもいいってことね、そういうことか、じゃあこうだね、ピチュウ、ピカチュウ、ライチュウ、ピチュウ、ピカチュウ、アローラライチュウ、ピチュウ、ピカチュウ、うわこれどっち行くかあれだね、明日だね、ライチュウ、ピチュウ、ピカチュウ、ライチュウ、ピチュウ、ピカチュウ、あダメだ、ピチュウ、ピカチュウ、うん、ピチュウ、ピカチュウ、アローラライチュウ、ピチュウ、ピカチュウ、アローラライチュウ、ピチュウ、あ B だ、 B ですね、てか答えこれあれじゃん、 B か D しかなくね、だってカラカラとかナッシーとかフォッコとかこうおかしいじゃん、ゴールこれなわけねえじゃんB ですね、はい、アローラライチュウはどうやって浮かぶ、アローラライチュウは尻尾に乗って空中に浮いている、どんな力で浮かぶのかな、知らない、これ本当に分かんないわ、まあC かな、ああ合ってた、ああ B 合ってましたね、合ってました、はい、目で探せ、 E ブレドイだ、こんな簡単じゃん、 B だよ、 A はアチャモ、 D がゼニガメ、これなんだっけ、見たことある、なんだっけか、これもわかんねえな、いろんなタイプに進化するぞ、 E ブはいろんなタイプに進化するぞ、イブが進化しないタイプのポケモンはどれ？進化しないタイプ？ウソッキーじゃね？ほら、やっぱそうだ。トゲピーか、これ。チョゲプリーか。で、E がチラミーか。わかんねえな、そりゃ。岩タイプ。そうですね、ウソッキーでしたね。合ってました。EV は何に進化する？迷路を進んだ先で EV が出会えるポケモンはどれかな？スタート！てん、てけてけてんてん、てけてけてんてん、てけ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 てんてんてん、てけてけてんてん、てけてけてんてん、てけ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 てん、てりー。さあ、これどっちに行くかだな。あ、サンダースだ。サンダース。サンダースです、はい、サンダースでしたね。何かの前触れ、シャワーズのヒレが小刻みに震えているよ、何かの前触れかな、うわこれはわかんねえな、これまずいな、多分ね B か C だと思うんだよね、 B じゃね、36本飲んだのは誰かな、缶ジュースを36本飲んだのはどのポケモンだ、難しい、なんだろうこれ、謎謎、難しいな、ちょっとこっちやりましょう、1から5の黄色い部分を埋めるとあるポケモンの名前になるよ、ドンファンでしょ、リーフィア、ンフィ、フーディン、ンフィン、ンフィ、グレイシア、フィア、なんだっけ最初、一番上、これドンファンでしょ、ンフィン、ンフィン、ンフィンなんて名前のポケモンいたっけか、グレイシア、違う、アだから最後フーディン、フィア、ニンフィアだ、ニンフィア、ニンフィア、あー答え見ちゃった、サンダース、あー答え数時間後に雨が降るでしたね、同じものが12本のあることを1ダース表現するよ、36本はサンダース、あーね、
難しいね。ポケモンのかくれんぼ、何匹のポケモンが隠れてるかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11かな。難しいね。問題レベルマスターボールだもん。ずっと黙っているのは、何を聞いてもずっと黙っているポケモンは、いつもおしゃべりしているのはペラップだね。え、普通にトランセル？トランセルでも泣くか。言わんこか。ああ、言わんこね。言わないよってことね。確かに。11匹。合ってると思う、多分。ゼラオラだったんだ。変身に失敗したメタモン。メタモンが、どれがメタモン？あった。いるね。ここにいましたね。一撃で相手を倒せるポケモンは、伝説の鳥ポケモン、ファイヤー、サンダー、フリーザー、命中すれば一撃で相手を倒す、すごい技を覚えるのはどのポケモン？え？なんだっけか。普通に大文字、雷、冷凍ビームしか、わかんねえな。ファイヤーだったっけかな。フリーザーか。あ、絶対レード！あったあった！確かに。あったわ。高さ順に並べよう。え？めちゃむずじゃん。アローラナッシュが一番高いでしょ？次、テッカグやジガルでガオガエンかな。メスのポケモンは何匹いる ?1、2、3、4、5、6？ 5匹か。あのね、あれ入れちゃった。これ。キャタピーの進化系。キャタピートランセル。え、こいつやべえ、ど忘れした。アローラナッシー、テッカグエジガル。あ、これは合ってたね。高さ。惜しい。はい。花の香りにはどんな力がある？眠くなる。これ眠くなるです。あれ？人の心を癒しちゃったかな？いや、でも、眠くなるだよな。眠くなる。リザードの炎はどうなる？激しく燃え上がる。あ、口から炎を吐くとき。いや、激しく燃え上がるだろ。カメックスの噴射口。カメックスの先端の噴射口から発射する水の説明で正しいのはどれ？威力がすごいけど狙いが定まない。50メートル先の空き缶にも命中させる。100度のネット、B でしょ、これ。はい、B、A、C。あ、人のホール安だったんだ。間違えてましたね。あれか。眠くなるのは謎の草の進化系のラフレシアとかか。誰の写真？ゼラオラですね。これ、簡単ですね。あ、2枚違うポケモンの写真があるから注意してね。あ、ほんとはレントラーとゼラオラだ。土曜日が思い出せないのはなぜ？ヤドンが技を使ったら土曜日が思い出せなくなったみたい。なぜかな？サンデー、マンデー、チューズデー、ウェンズデー、サーズデー、フライデー、サタデー。サタデー。いや、英語じゃねえよな。難しいっすね。なんだろうね。わかんないや。ゼラオラとレントラー。ド忘れ。ああ、土曜日忘れる。確かに。伝説のポケモンを捕まえよう。同じ道を通れるのは一度だけだよ。スタート。伝説海王が、サンダー、フリーザー、ルギア、ラティオス、ゼラオラ、ゴール。はい。簡単でしたね。急に簡単でしたね。あ、ゼラオラは幻だから違うのか。申し訳なかったです。何を燃やしているの？ニャビが吐く火の玉、何が燃えているのかな？毛玉じゃね？確か。大きなバルーンを膨らますには、進化するとかな？昼間どうしてる？夜に活動するモクロは昼間どうやって力を貯めてるの？栄養を得て力を貯めて。じゃあ、日向で光を浴びるだ。コツコツ練習して。へえ、そうなんだ。7つの間違いを探そう。ピカチュウがいない1。これポケモンになってる。あ、これも向き違う。3。水た、あ、これはこれがこれか。あ、目が開いてない。あ、口が開いてない。あれ、あとどこだ。難しい。5個しかない。むずいぞ。
木の実が1個ない。6。あと、ヤドンかな。いや、ヤドンねえな。ディグダ。あ、ディグダの頭の毛だ。よし。何ポケモンかな？ドアを6回ノックしているのはどのポケモンかな？コンコンコン。ロコンだね。はい。どれくらい食べるのかな？1日に食べる量が自分より重いポケモンはどれ？自分より重い？カビゴンって答えたいとこだけどね。ビードルの可能性があるな。暗号に隠れているのは、なんかベベノムじゃね、普通に。ベベノムとワニの子だって。ゴローンだ。へぇ。カビゴンの重さは460キロで、1日に食べるのは400キロ。ビートルは 3.2 キロで 3.2 キロ。ゴローンは105キロで1トンの岩を食べる。やばっ。どんな技？フーディンの技で針を刺されたら悲しくなっちゃった。どんな技？え？サイコキネスじゃないしね。スプーン曲げでもないし。そんなんないか。ピカチュウに似ているのはなぜかな？どうしてかな？え、わかんねえ。金縛り。あー、金縛りね。ピカチュウみたいにみんなと仲良くなりたいから。へー、そうなんだ。いやー、僕多分エリートトレーナーかポケモントレーナーのどっちかでしたね。残念。スマートフォンでアクセス。ほー。もらえるみたいですね。はい。これですね。モンスターボールプラス。はい。面白かったですね。ポケモンブック。では、本題のガオーレ。こちら、でっかい画面でド派手にバトル。まあ、今まで通り僕がやってきたのと変わりなく書いてありますね。初心者、あ、これですね。ゴールデンチャンスが発生するかも。発生しましたね。見てない方はぜひ見てみてください。ドゥッテー、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 ドゥッ。ウルトラビーストだけですね。あと捕まえるのは。しいな。はい、ということで。お、こんなのもあります。今日ご紹介したのは、こちらのポケモンブックと、ウルトラスタートブックでした。それではまた明日。